裾野市の桜保育園で起きた園児虐待事件で裾野市は元園長に対する犯人隠蔽容疑での刑事告発を取り下げたことについて記者会見を開き説明しました裾野市の桜保育園で起きた園児虐待事件をめぐっては先月当時勤務していた女性保育士3人が園児に暴行したとして逮捕されましたが その後処分保留で釈放されましたまたこの事件について裾野市は元園長に対し職員に虐待行為を口外しないよう誓約書を書かせるなど犯人を隠避した疑いがあるとして先月、警察に告発状を提出していましたが一転して昨日これを取り下げました。ををして先生あの園の環境を混乱させるように 取り下げて、保育環境を守ること、園の正常化を最優先にするということの方が大事だと、政治判断です、ね、また、村田市長は、告発を取り下げましたが、園に対する犯人隠避の疑いは今も変わらないと話しています。